杉田智和です。マリアカンチャです。始まったぞ、アリゲラディドゥンだ。あれ、みんななんでこんな感じ悪いな。杉田さんに合わせたんですよ。いやいや、あのね、はい、さっきね、梶田君、10月何日生まれ？俺は14日ですけど。そっか、だからあの誕生日プレゼント買ってきたんだよ。え、早いっすね。ありがとうございます。電子タバコ屋で電子タバコ。え、電子タバコっすか？梶田君吸うでしょタバコ。タールとかニコチンとか俺よくわかんないけど体に悪いじゃん。まあまあまあ体には悪いですね。でタールかなんか入ってないでしょ電子物は確か。入ってるやつと入ってないやつがあります、ね、ほんと、ちょっとずつ減らしてってちょっと長生きしてくれよ。おお、なのでとりあえず電子マンを買ってきた。あ、興味あったんで、うん、ありがとうございます。買ってきて、楽しみですよ。店の店主がもういかつくってね、はい、なんかあの特攻野郎 A チームのコングを色白にしたような感じ。それどんな店ですか？え、なんか専門店って書いてある。電子タバコ専門店、うん、なんかね、あのよくあるじゃない、あの、上りみたいなのあるじゃない、はいはい、あのね、いわゆるテンプレ通りのおにぎりみたいな、はい、電子タバコって雑に書いてあって雑に印刷してあるのが。そんな上り見たことない。そしたら店内めちゃくちゃハードで、うわなんだこの人たちみたいなのが言ってる。それ売ってるの本当にタバコですか？え、タバコだったよ。とりあえずこれって言った、はい、あの充電器とか大丈夫ですかみたいな。おお、ちゃんと全然してるんだ。あ、ないんで全部つけてください。あ、はいって言って。なんだこの異質な空気は。楽しみだな、ちょっと、うん、俺何買おうかな、杉田さんに、ね、あ、何後であげるよ。というわけで10月突入。